こんにちは、メイプルです。今日はディオールのモノクルールにリニューアルで新色も、ね、含めてたくさんのカラーが発売されましたが、全色見てもうこれこれっていう感じで、もう見た目で選んだ2色にしました。2色だけなので、あとね、手持ちの中から何色かね組み合わせてメイクをしています。最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それではスタート。
じゃあね、メイク終わりました。今日はディオールのモノクルール、リニューアルとあと新色が加わったっていうことで、こちらをね2色購入しました。1色はもともとあったパールスターで、もう1色が新色のブルーバヤデール。これこの青を見た時にもうね、これはもう使っても使わなくても絶対欲しいなって思っていた色なんですね。この色とあと何か組み合わせて使いたいなって思ってて、このパールスターはブルーバヤデールとね、いい組み合わせなんじゃないかなと思って今回お迎えしました。グレーの中にね、多色ラメがある045のセレスティアルグレー、すごくねこの色も魅力的な色で、グレーのベースに多色ラメがねキラキラで入っていて透け感のあるグレーなので、このパールスターを重ねるよりはちょっとだけスモーキーな感じになって大人っぽいメイクになるんじゃないかなと思います。ちょっとね、じゃあね、忘れないうちに仕上がりをね見てください。仕上がりはねこういう感じになりました。今回購入したアイシャドウがブルーとねホワイトだったので、この2色だとちょっと足りないかなと思ったので、こちらのポビーのねフォイルのギルティッドローズと、こっちがナーズのねシングルアイシャドウの5310、こちらをねこの2色を加えました。あとねもう1色ここに使ったのが、これはねもう手持ちで持ってたんですが、同じくねモノクルールの633のねコーラルルック、これをね黒目下から目頭にね使いました。これもねすごく可愛いキラキラです。今回ね購入した白とブルー以外の色もねちょっと今腕にね出してお見せします。こっちからナーズのシングルアイシャドウの5310で、ここがボビーのホイルの、ギルディッドローズでね、ここがちょっとね本当にねほんのりな可愛い上品なキラキラなので伝わりづらいかもしれないんですが、633のコーラルルックになります。リニューアル前のものなんですが、今回もねこの色は定番として発売されてます。でこっちもこっちもね全部定番の色です。この3色を加えて合計ね今日は5色でメイクをしてみました。私ね結構単色の組み合わせが好きなんですが、普段ねなかなかこう時間に余裕がある時じゃないと単色の組み合わせってちょっとねやる機会がないので、今回ね何を使おうかなって考えるのねすごく楽しかったです。お値段にするとパレットの方が絶対お得だし、楽じゃないですか。時間がない時でももう揃ってるのでパパパってメイクがねできるんですけど、もうねパレットももう結構揃ってて、なんか今回発売したのもそんなに魅力感じないし、ちょっと似たような感じの持ってるしみたいな時にね、こういう単色ね1色加えてあげると今までのねメイクとちょっと雰囲気がね変わった感じになって楽しいんじゃないかなと思います。でね、チークは今回ね使ったブルーに合わせてチークもちょっとね青み系のピンクにしようかなと思ったんですが、そうなるとなんかちょっと面白みがないかなと思ったので、今回はねこのナーズのねピーチカラーにしました。ブルーだったので血色感がない感じにするとちょっとねクールすぎるのと顔色悪くなるんじゃないかなと思ったので、このピーチカラーを使ってあんまり色味は出さずに、だけど血色感も出したいっていうので、まずねこっちをベースにして、これね購入してからねすごいヘビロテなんですけど、これをここにまずベースにね全体にのせてからこっちのねピーチカラーを重ねてみました。そうするとちょっとだけホワってこうこの一色の血色感よりも 0.5 だけちょっと血色感アップしましたっていう感じになってね、なんかねちょっと思い通りのチークカラーが出たので、なのでねこれ重ねながら、あこの組み合わせ結構いいかもって思った組み合わせです。リップね今回ねこの2色から結局ねこっちのラブシャインのねピンク、これね青みピンクの中にゴールドパールが入っています。
でこっちを選んだんですが、今ねなんか画面で見てて赤もいいんじゃないかなと思って、透け感のある赤、それもねなんか良さそうな気がします。透け感がある赤っていうと結構ねこういうラブシャインの赤とかそういうのね思うんですけど、あのアンミックスのグローじゃないリップ、普通のリップカラーのトマトっていうカラー、あの色がすごくねナチュラルなんですよ。うるうるしてないのに透け感もあって、こう皮膚の延長として使えるような赤なので、すごくねこうヘルシーな赤なんですね。こういうねブルーを使ったメイクでもなんかこうなんていうのかな、こうやってやるぜみたいな、こうすごいやる気満々のメイクじゃなくって、ナチュラルメイクな雰囲気にねしてくれる赤だと思います。なのでねトマトっていう赤もねおすすめなので、もしねあの店頭に行ってアンミックスの前ね通った時とかにちょっとねタッチアップしてみてください。すごく使いやすい赤リップなので、それもいいんじゃないかなと思っています。じゃあねこういう感じで今回はねメイクが仕上がりました。あとね今ベスコス選んでる最中なので、もう少しねお待ちください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。